それからもう一人カメ。そう行きましょう。弁護士の先生の目線からその今の大津の問題とかどういうふうに先生は解釈されるんでしょう。実は裁判になってるケースもありますので、一名中学校でいじめの裁判。おっしゃってました。少年犯罪とかね、その辺もよくされて聞いてますけど、まあ、そのケースはいじめられた方の親がもう訴えるぞということで、まあ、裁判にまでなって子供が裁判所まで来ているというのも、それこそ二次被害三次被害というのがお互いにちょっと起こったなと思うんですけども、でも今話聞いて私もものすごい勉強になりまして、はい、この法律の立場から言ったらもういじめられる人がいていじめる人がいるという構造ではいじめっ子の方が悪いに決まってるんです、はい、本来だと、はい、でもそれはちょっとお話の中でやっぱり同じ状況にいるからっていう話すごい私も考えさせられて、はい、この法律の世界だけじゃなくて実際いじめなくすにはいじめられる側にどういうふうにしていったらいいのかとか、はい、そういった部分の教育どうしていったらいいのかとかすごく考えさせられたんで、はい、来てよかったです。ありがとうございました。